エイドカ、シムフィソドン属シンフォサダンに分類される魚である。干渉用熱帯魚として人気がある。制魚は、最大で、全長20センチメートル、尾びれを含まない体長は13センチメートルほどになる。体は扁平で非常に体高が高く、横から見ると、ほぼ円形で、円盤型の体を持つことから、この名が付けられた。背びれと尻びれが非常に、長く。 体の後半部を囲む。体の側面には黒い横帯が8本程度走る。体型、体色には、個体、地域差が大きい。一般に、赤葛色の地色に、青色から緑色の不規則な筋状の発色がある。原産地では、寒気は、倒木の隙間、雨季は水没林に生息し、水性の小動物や、動物性、植物性デトリタスを摂置する。 卵を保護する寒気は、倒木の間に群れを形成し、グループで生活するが、雨季になるとオスとメスのペアは繁殖のために水没林に移動する。つがいは、水草や木の表面などに50、300個ほど産卵にし、両親で卵を保護する。卵は2.5日ほどで孵化し、さらに稚魚は孵化後7日間かけて卵黄を吸収する。稚魚が、 両親の周囲を群れて泳ぎ始めると、新魚は体からディスカスミルクと呼ばれる粘液を分泌し、稚魚はこれを摂取する。泳ぎ出したばかりのディスカスの稚魚はプランクトンなどの餌を摂取できないのでディスカスミルクは稚魚にとって必要不可欠である。ディスカスは円盤状の体型に鮮やかな模様が入ることから熱帯魚としても人気が高く。 熱帯魚の王様と呼ばれ、他のシュクリッドよりも比較的高価で取引されるが、飼育は餌や水質管理などの面からやや難しい。一般的に牛初のミンチに様々な栄養を添加したディスカスハンバーグや赤虫、人工飼料が餌として用いられる。本種の原種の色彩は個体、採集された地域によって、 大きな変異があり、美しいとされる個体は特に高い値段で取引される。また、東南アジア、ヨーロッパにおいては、養殖、品種改良が盛んで、ブルーダイヤモンドピジョンブラッドスネークスキンなどの様々な品種が存在する。本種の分類に関する研究は未だ議論が続いているが、大きく分け2種5亜種に分けられる。レディラはこれら2種に加えて、 エスタルズを転唱している。また、フェアリスハービックは、シングル側さんのブラウンディスカスグループヘッケル及び、ウワツマヤムンダ周辺のブルーディスカスグループ、マナカプルブルーディスカスグループ、上流のグリーンディスカスグループの4つが、遺伝的に独立していることを示した。ただしこれは一定の傾向は認められるものの、産地によっては種の特徴の変化は、連続的で、 主導士の交雑の可能性が指摘されている。学名シンフォサダンディスカスヘックル1840英名レッドディスカス。南アメリカ、ブラジルのアマゾン川流域、ネグロ川、アバカシス川、トロンベタス川に分布する。ディスカスとして最初に記載された種である。体の側面には黒い横縞が目立つが、そのうち中央部付近の黒帯が特に太い。 ヘッケルは、学名の命名者、ヨハン・ヤコブ・ヘッケルに由来する。さらにヘッケルグループは、ウロコの枚数の際から2種に分類される。学名シンフォサダン・エキファ・シャオテ・テペリグリン、1904、英名ブルー・ディスカス。南アメリカ、コロンビア・ペルー。ブラジルに分布する。黒い帯は細めで、ヘッケルブルーと異なり、中央付近の帯が太くなることはない。以前は、 退職から三野種に分けられていたが、元産地が不明確、標本が少ないなどの理由から現在では認められていない。さらに、ミトコンドリア DNA による分子系統解析では、ヘッケルブルーディスカスとの間での遺伝的異も認められない。しかし、これらの分類は干渉魚として流通する際は一般的である。アマゾン西部に川所的に分布する種で、 定置に分布するグループとは顕著ない伝的差異が認められている。ありがとうございます。